はい、赤松選手、お疲れ様でした。ありがとうございました。ここに来てピンピン。どう？びっくりです。びっくり？はい。そんなことないの、調子ええ言うたやが。いや、そんなことよくなかったんで。まあでも、よかったです。うん。まあ夏場のね、ちょっと不調から立ち直ってきたって感じですか？そうですね。うん、まあ、ここ来る前に、日曜日に、子供の全国大会見に行って、うん、まあ、子供が一生懸命頑張ってる姿見たら、うん、まだまだ僕も頑張らないかなと思って、うん、気合い出てきた甲斐がありました。そうですね、はい、うん、で、明日の決勝やけど、どこ行きましょう？そうですね、もう徳島の3番手から頑張りたいと思います。はい、まあ、前の2人がすごく調子いいんでね、はい、十分優勝のチャンスもあると思うし、はい、うん、赤松君も調子いいし、はい、まあ、明日も優勝を目指して頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。はい。